1795年のピットトリでピットトリでは、イギリス植民地軍が植民の軍事拠点とするため、アメリカインディアンの領土に建設した取で、現在のペンシルベニア州アルゲニー軍ピッツバーグ市にあった。イギリスとフランスは、それぞれの新大陸入植において、原住民インディアンの領土の奪い合いとなった。インディアンたちは、両国の代理戦争に駆り出され、激しい殺し合いを煽られた。 英仏の植民地争奪戦であるフレンチ・インディアン戦争では、色イ,イ連邦やカタウバ族、チェ・ロキー族が英国植民地軍とデラウェア族や小人族ほか多数の部族がフランス植民地軍と軍事同盟を組んだ。彼らはそれぞれ両国から武器や弾薬の提供を受けた。この取はフレンチ・インディアン戦争の初期にフランス植民地軍が作ったデュケーン取の隣に、 1758年に作られた。この位置は戦略的に重要な位置にあったため戦いの焦点になったのである。1755年、イギリス植民地軍のブラドック遠征隊がデュケーン、砦のダッシュを試み、モノンガヘラ川で反撃にあって多くの戦死者を出した。フランス植民地軍は1758年にもイギリス軍の攻撃を叩き潰したが、11月に ジョン・フォーブス将軍の遠征隊の接近を見て、砦を放棄し破壊した。フォーブス遠征隊の勝利要因は、この地域のインディアン部族が、イギリス植民地軍とイーストン条約を結び、フランス植民地軍との同盟を破棄したことにあった。主に、デラウェア族及び、ニー族からなる、インディアン連合は、デュケーン砦の攻略が終われば、本来彼らの領土である。 この地からイギリス植民地軍は立ち去るとの役場の元にイーストン条約に同意した。インディアンたちはこの砦のある場所を白人との交易拠点とすることは望んだが、イギリス植民地軍の中屯は望まなかった。しかし、イギリス植民地軍はインディアンたちとの約束を破り、この地に新しい砦を建設し、ウィリアム・ピットにちなんで、ピット砦と名付けた。 イギリス植民地軍の裏切りを受けて、1763年、デラウェア族及び、小人族は、領土奪回のために、ポンティアック戦争に参加し、イギリス植民地軍を追い出そうとした。インディアン連合は1763年6月22日に、ピット砦の包囲戦を開始したが、砦の防御が固く力では落ちなかった。イギリス植民地軍はここで、 最近によるインディアンの絶滅を図った。インディアンによる包囲中に呼びかけた和平交渉の席でピット取りでの指揮官はデラウェア族の州長たちに天然痘に汚染された毛布を送り彼らの感染死を目論なのである。この暴略の成果は定かではないが8月1日、インディアンの大半は包囲を説いた。インディアンたちは接近しつつあったイギリス植民地軍の ヘンリー・ブルケット大佐の新軍阻止に動いたが、ブッシーイランの戦いで、ブルケットが勝利し、インディアンを追い払い、8月20日に、ピットトリデを解放した。ポンティアック戦争の後、ピットトリデは、イギリス植民地軍にとって不要となり、1772年には、放棄された。ブロックハウス・インディアンの民族浄化を終えた、ピッツバーグ一帯の広大な土地は、 バージニア植民地とペンシルベニア植民地の双方が所有権を主張するところとなり白人たちの間で権力闘争が始められた。やがてバージニアの白人植民たちがピットトリデを占領し1770年代のしばらくの間トリデはバージニア知事のダンモア教にちなんでダンモアトリデと呼ばれた。ダンモアトリデは1774年にイギリス植民地軍による 小人族と民ゴ族インディアンに対する民族浄化で、あるダンモアの戦争でイギリス植民地軍の拠点となったアメリカ独立戦争の間は、この砦が西部戦線の本部として機能した。現在、ホートピットブロックハウスと呼ばれるレンガ作りの防災がポイント中立公園に残っており、ピット砦があったことを示す唯一の遺構となっている。 この建屋は1764年に作られ、ピッツバーグだけでなく、西ペンシルベニアでも白人が作った最後の建物と、信じられている。家屋として長年使われ、アメリカ独立戦争の娘たちによって購入され、保存され、一般に公開された。ピット砦の基礎の一部が発掘され、砦の部分が再構築されて、ポイント州立公園を訪れる人は、 砦の大きさを感じ取ることができる。再建されたモノンガヘラ両方の部分がピット砦博物館となっている。またピット砦芋の工場は南北戦争の間、ウィリアム・メト・カーフが指導した連邦の重要な軍需工場であった。ありがとうございます。